はい、どうも皆さんこんにちは、ベルサスです。というわけで今回もケヤキの奇跡やっていきましょうということで、先ほどですね、実は1本撮ったつもりだったんですけども、ちょっとあの録画ファイルが壊れちゃって、再度撮り直しています。はい、なんであの喋ったことなんだろうと思い出しながらお話しますね。ということで、まあケーキセガ46カフェへようこそというメイドイベントですね。で、僕が前々から言っていたこのダイヤを回収したら終わるようにという風な形で、今スタミナ1個だけ残ってるんですけど、まあ3時間ほどすればマックスになって、でそれでまあなんとかできるのかなっていうイメージがあるので、それでやっていこうかなと思っております。はい、で今回のイベント、やはり皆さんその新生活だとか、あの学校が始まったりだとか、いろいろあってなかなか打ち込めていないのかなと思っているんですけども、まあそういう中で、イベントをやってきて、まあ徐々に徐々にね、これからまあ1ヶ月ぐらい経てばその新環境にも慣れてくると思いますので、まあその時にまた落ち着いてイベントを皆さんできるのかななんて思っております。まあここ2、3週間というか4月中のイベントに関しては多分僕も結構やるのが厳しいのかなって思うので、そんな感じです。で、そうですね、あと明日の朝というか、メンテナンスが入りますね。で、それでおそらく、まあ、メンテナンスの内容としては不具合の修正ですというふうな形で、出ているんですけども、まあ、17章とか来るんじゃないのかなって勝手に予想してますけど、まあ、17章来るんじゃないか来るんじゃないかって、ここ2、3イベントずっと言ってるんですけど、結局、校内じまいでですね、なんか、ちょっと寂しい感じがしますけどね。でも16章が登場したのが2月の頭とかだったと思うので、まあ、2ヶ月に1発のペースって考えればちょうどいいのかななんて思ってもいるんですけどね。その間イベントがもちろんあると思いますし、で、追加要素に関してはそんな大型アップデートではなさそうなのでないのかなと思いますけど、まあ、もしあったらその都度その都度で解説などを挟んでいけたらなと思っております。はい、そんな感じです。で、まあ4月の新密度イベントも4月末で終わりますし、まあ、5月からはゴールデンウィークもね、挟めますので、なんか新しく一歩、なんか皆さん踏み出すのかななんて思ったりしてますけど。で、あと、ゴールドカード、ゴールド会員の、限定カードのことなんですけども、もう配布が始まっているかと思うんですけど、ちょっとまだ僕、ゴールド会員にはなれなさそうなので、ちょっとすいません。多分それの解説についてできないと思います。まあもしここで優しい方がいらっしゃれば、自分がその控えたカードのことかをちょっとツイッターなどで僕に、送ってもらえれば、その都度その都度で解説というか、まあこんな感じだよねっていう風な振り返りみたいなものをやろうかなと思ってますので、ちょっとどなた様かご協力の方よろしくお願いいたします。そんな感じです。まあそうですね、次イベントが何になるかっていうのも若干お話ししておきますと、まあメイドイベントというものが来たので、まあカップリングイベントだとかそういうのがあるのかなと思うんですけど、まあカップリングイベント、あとは今回ボイスでしたっけ。で、次多分チェキとかかなって、なんか前回の動画でも言ったような気がするんですけど、そんな感じだと思いますので、まあそれでやっていきましょう皆さん。まあ僕は多分ダイヤの回収ぐらいで終わっちゃうのかななんて思ってるんですけどね。これアンコール出たりするかな。で、撮影用にこの iPhone6S に変えたんですけど、なんか動作が若干重くなるっていう、いや多分ね、重くはないんだよ、重くはないんだけど、 iPhone10 が最高に快適すぎて重く感じてしまうっていう現象が起こんでは起きていたので、まあちょっとそこが、一個あるかなって感じですけど、まあ別に動画に関してはそんな重荷というか、その別にストッパーになっているわけではないので、全然問題なくプレイはできます。はい、そんな感じです。あとはそうですね、特にはないかなって感じなんですけど、まあ、今回僕は一切ダイヤは使わずにいました。で、これも1個も買っておりませんし、で、ガチャはそのお花見デートガチャでちょこちょこ引いちゃったぐらいなんで、このメイドガチャに関しては僕は1回も引いていません。で、まあこれ先日解説したお花見デートガチャなんですけども、これなんか昨日の11時ぐらいからスタートだったと思うんですけど、僕それに気づかずに第2弾の星5確定のやつを引こうと思ってたら、その
聞こうと思ったタイムがちょうど11時になる瞬間ぐらいで、ちょっとミスってしまったというね、ちょっと残念なことをしてしまったんですけども、まあ仕方がありませんね。ちゃんと日程を把握できなかった僕が悪いので。で、そうですね、他は特に語ることはないのかなと思っております。はい、こんな感じです。一応その、なんだろう、いつか回るかどうかわかんないですけど、まあ念のためポイントじゃね、 AP を若干貯め始めているんですけど、まあそうだな、5月の中頃とかにあるイベントで、まあちょっと使ってみようかななんて考えているんですけど、まあ、僕の忙しい時期というか、まあ忙しいのは平均的に忙しいんですけど、ちょっとねゆったりできるくぼみがあると思うんで、そこでちょっとやろうかなって思ってます。まあそれが現れるかどうかなのは、現れるかどうかっていうのはまた別の話なので、結局来なかったらもう来ないじまいで、もうなんかランク上げとかに使っちゃおうかなって思ってます。はい、そんな感じです。今回ちょっとプレイをしたかったんですけど、本当は、ちょっとできなくて申し訳ありませんでした。ってことで、ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価のよろしくお願いします。サブチャンネル登録、ツイッターの方もぜひぜひお忘れなくよろしくお願いいたします。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。